コンマ初勝利となりました。いきます。ナイスゲームでした。はい、非常に遠ざかったと言いましたが、試合内容ちょっと伺ってください。はい、そうですね、あの今日はですね、若松が全部抑えてくれましたし、相手の打線をやっぱ抑えてくれたおかげで、まあ、打者の方のリズムも、はい、よくで攻撃戦できるような試合ができたので良かったなと思います。はい、千岡選手からも一本出ました。若手もつなぎのバッティングが光りました。寺内さんの栃木マジック起きてるんじゃないかなと思いますが、皆さんいかがですか？いや、ありがとうございます。でもあのプレーするのは選手ですから、僕の力ではなく、やっぱ選手自身がみんなこういいプレーできてる、一番あの僕は嬉しいことですし、やっぱこういういい試合を一試合も多く、選手に評価、ホーム開幕ということで気持ちも新たにこうなっていると思いますけども、これを一試合でも多くそういう気持ちで、取り組められたら、まあ、目標である優勝には近づくのかなと思います。はい、地元栃木県のファンの皆さんもこれから数々の勝利のシーンを届けたいと思っていると思います。最後にメッセージお願いいたします。本日は、ホーム開幕戦にお越しいただいてありがとうございました。勝利を飾ることができ、僕自身も、嬉しく思っています。また一人でも多くですね、これからも皆さんに足を運んでいただいて、選手自身は勝っても負けても一生懸命プレーします。皆様に元気を届けられるようこれからも、頑張っていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。トレックスタジアム監督でした。はい、おかちゃん、こっち来て。